おはようございます。トラステアです。ここは石川県加賀温泉郷にある山中温泉。ただいまね、後ろに見えるホテル、ゆかりリゾート山中グランドホテルをチェックアウトしてきました。今日は山中温泉の市街地を散策したいと思います。結構ね、ゆかりリゾートの山中グランドホテルなんですけども、ちょっと高台のところに立っているんですよ。ここにね、歩道橋がありますので、これを使ってね、下の方に降りれるみたいですよ。よし、あとはね、しばらく道なりにまっすぐと進んでいきます。お、だんだんとね、街並みがなんか変わってきましたよ。あっちの方に行ったらね、なんか松尾芭蕉の芭蕉堂っていうのがあるみたいなんですよ。ちょっと行ってみましょうか。お、見えてきました、橋が。これはね、黒谷橋という橋みたいですよ。黒谷橋、すごいなんかいい感じですね。あ、で、目の前にほらほら、ちょっとうっすらと紅葉が広がっていますよ。そしてここからの眺めは、お、あ、むっちゃ綺麗じゃないですか、ほら。この川のね、ずっと向こうの方に行った先には角栓渓というね、北陸随一の渓谷美が広がっているという、まあ、そういう場所があるそうなんですよ。ちょっとね、とりあえずこの橋を渡って進んでいきましょうか。あ、というか角栓渓の遊歩道ってここから続いているのか。あ、どうやらね、ここから散歩できるみたいですね、角栓渓。ということでね、どうやら先ほどの黒谷橋を渡ったところ、ここがね、角栓渓への入り口みたいですよ、遊歩道。なんかね、松尾芭蕉ってほら、奥の細道を描いた有名な人がいるじゃないですか、昔の偉い人。その人がね、ここら辺にやってきたそうでして、大層美しいというね、そういうセリフを残していたそうですよ。ということでね、これが角栓渓の遊歩道を散歩マップです。現在地はあそこですね、ここ端っこのところ。ここからね、ずっと川沿いにね、歩いていけるんですよ。どれぐらいかかるのかな。さっきね、渡ってきた黒谷橋はこれですね、黒谷橋。ここにね、ほら、松尾芭蕉のセリフが書いてありましたよ。暗夜の楽しみここにありという、まあ、それぐらいね、松尾芭蕉が感動したっていう。そしてね、ここになんかお堂のようなものが立っていますよね。これがね、どうやら芭蕉堂っていうらしいですよ。松尾芭蕉がここでね、俳句か何かきっと書いたんでしょうね。ちょっとね、文字が消えかかっていて、苔むしていて読みにくいんですけれども、芭蕉堂と書いてあります。ここに、奥の細道の旅の疲れを取った芭蕉はこの地を散策し、この川の黒谷橋は絶景の地なり、暗夜の楽しみここにありと絶賛しましたと書いてあります。こちらが黒谷橋、松尾芭蕉もね、感動した絶景の眺めの橋ですよ。どうでしょう、松尾芭蕉が感動した景色はこっち側かな。すぐそばを流れている川なんですけれども、馬来川という川らしいです。全長 1.3 キロって書いてあります。ということでね、角栓渓遊歩道お散歩していきましょう。すぐ横手にはね、馬来川も流れています。お、なかなか美しい川の流れ。多分ね、昔の時代はね、ここがメインルートになっていたことでしょうね。この山中温泉とかの川に近いところに降りていけますね。あ、すごい、なんかむっちゃ楽しい雰囲気じゃないですか、この感じ。おお、あ、なんかほら、すごいところもありました。これなんでいいんでしたっけ。これずっとね、多分ここ岩があったかと思うんですよ、大きな岩が。でもね、人が通るためにここを頑張ってくり抜いて一応通したっていう、そういう作りですよね。危険なポイントも全然ないですしね。まあ、なんならね、すぐそこにホテルとかも見えていますから、もう人里がすぐそこにあるということで、安心してね、歩くことができます。お、こんなところにはね、滝が流れていますよ、ほらほら。あ、むっちゃすごい。この辺とかもね、ほら、むっちゃ綺麗ですよ。この角栓渓ってね、北陸一の渓谷美が広がっていると、そういうね、なんかキャッチフレーズがあったんですよ。もしかしたら本当にね、北陸一と言ってもいいかもしれないですね。お、なんかね、休憩ポイントのような建物がありましたよ。あ、完全にね、休憩ポイントですよね、ここ。ほらほら、このところむっちゃすごくないですか。あそこにね、橋があるんですよ、橋が。ほらほら、ちょっとね、誰か立ってはいるんですけども、すごいすごい、川のね、真ん中にポツンと橋があって、すごいところにね、なんか川の上に浮いてるような感じですよ。ここむっちゃ綺麗ですよね。そして水がほらほら、こんな感じ。ここむっちゃ穏やか。なんかね、大きな魚とかいそうなんですけれども、特にね、目に見える範囲には魚は映ってはいません。なんか水の色がむっちゃ綺麗じゃないですか。おお、すごいすごい、このね、なんていうか、崖っぷち感のあるところ。おお、ほらほらほら、すごい、水がむっちゃ綺麗。あ、ここいいですね、ここ。そして右を見るとこんな感じ。うっすらとね、そこの方も見えていますよ。ちょっとね、魚がいるかどうかはわからないんですけれども、たとえ魚がいなくっても水がきれいなことには変わりがありません。なんかそこにね、島のようなところがあるんですよ。で、透明度の高さわかりますか。ほら、こんな感じなんですよ。そこら辺とかもね、結構水だと思うんですけれども、透き通っているからか、ずっとね、崖の下の方まで見えますよね。
やここいいですね本当に。なんかねゲームとかで出てきそうこの雰囲気。よしじゃあね名残惜しいですけれども先に進んでいきましょう。現在地はここ。どうやらねもう真ん中中間地点ぐらいのところにやってきたようです。出発地点は左の端っこあの辺で、ゴールは右の端っこあの辺ということで、まあ、大体ね中間地点ぐらいにやってきました。ここまでねまあおおよそ15分程度といったところですかね。よしこの先少ししたところにあやとり橋っていうねまた有名な大きな橋があるみたいです。あの辺とかねうっすらと紅葉が色づいてきていますよ。僕にとってはね珍しい晴れ模様ということで本日の天気。そしてまたここには休憩どころ。おほらほら鯉が泳いでいました。鯉がでっかい。そしてこの目の前の橋が有名なあやとり橋。なんかね S 字の橋らしいんですよ。くねっとカーブしているのかな多分。紅葉の中にね突き進んでいますよ。ちょっとね僕も行ってみましょうか。そこから上がれるみたいですね。はい、これがかの有名なあやとり橋です。紅葉をね上から見下ろすことができそうです。くねんってね S 字のようにカーブしていますよ。ちょうどね馬来川が見えてきました。ほらほらほら、あむっちゃ綺麗じゃないですか。結構ね高さありますよここ。ここがね角栓形の中でのハイライト部分といってもいいんじゃないでしょうか。結構ね他のお客さんというかね見物している方もいらっしゃいます。右の方を見てみると先ほど歩いてきた、まあ、渓谷沿いをね上から見下ろすことができています。あれは多分あれが川床ですね。ほらどうやらあんなところにね綺麗な赤いテントが張ってありますよね。でねこのまま向こうの方に歩いていった先には途中離脱ポイントというか途中のね入り口ポイントもあるみたいですよ。山道をね特に歩かなくても街の中からね楽々ここにやってくることもできます。目の前にはね駐車場がありますからね車で来てもねすぐですよ。こんなね街の中からあっという間にねあの渓谷沿いに入れるなんてすごい不思議な感じです。これがね角栓形の有名な橋あやとり橋でした。ということでね再びこのね現実離れでした。角栓形の中に戻っていきましょうか。じゃあね再びコオロギ橋を目指して角栓形遊歩道を進んでいきましょう。川床にもね行きたいですね。川床にも再びね川に近いところまで下って行きますよ。その先にねきっと川床が待ち受けていることでしょう。ここでね上を見上げるとほらほらあやとり橋がね見えていますよ。すごい下から見てもねなんかぐねんぐねんしているのがよくわかりますよね。そして目指す先はこのまままっすぐ。お、見えてきましたよ。川床、角栓形川床のご案内ということで営業時間は10時から15時。川床セットなんとね大人ほら1人600円で楽しむことができるんですよ。お茶とお菓子付きで600円ですよ。ちなみに席料だけだったら300円、座るだけでも300円、アルコール類はご遠慮願います、ゴミ等は必ずお持ち帰りくださいということで、あ残念ながらねお酒を飲むことはできないみたいですよ。席をね全部で 1,2,3,4,5,6,6,7 箇所ぐらいかな。あすごいここほらほら川がね下を流れていますよ。こうやってそうしっかりとね下を見ながら歩いていかないとうっかりしていたらねドボってなっちゃいますからね。そして左手方向にはほら綺麗な滝が流れています。おすごい川のせせらぎとそして滝の流れる音とこの2つを聞きながらねここでお茶とお菓子をいただくことができるなんて、なんて素敵なスポットなんでしょう。ここにねカウンター席もありますね。ここでいいかカウンター席で。はい、今注文してきました。どうやらね山中温泉に泊まっている方は100円引きとなりましたよ。ということで僕は500円でねこの川床セットをいただくことができました。向こうの方にはねほらほら椅子席もあるんですけれども、まあ一人だったらねこっちのカウンターでも十分ですよ。はい、ということでお茶とロールケーキのセットがやってきました。これでねなんと席料込みで500円、山中温泉に泊まっている方は通常価格600円から100円引きとなります。はあ、この最高の川床を眺めながら感じながらねお茶とお菓子をいただいてきました。よしじゃあね再びコオロギ橋でしたっけ目指して進んでいきましょう。いやちょうどねいい感じの休憩ポイントがありましたよね。すごいすごい川のね白波が立っている部分がねよくわかりますよ。またね趣のある橋が現れました。ここもねなんか切り通しになっていますね。ワクワクポイントがたくさんです。なんかね本当にちょっと歩くだけでねいろいろと景色が変わっていくから全然飽きないですね。この渓谷美遊歩道この辺はね苔むしていてこれはこれでまた綺麗。そしてまたね休憩所が現れました。ところどころねこうやって本当に休憩所があるからね全然疲れないですし休んでいくこともできますし本当にね見ていて景色が全然飽きないですよ。あここね川のすぐそばまで降りれますよ。ちょっと降りていきましょうか。
特にこれといってね生物は見えないんですけれども、すごいせせらぎがね本当に美しい。多分ね目的地ゴールのコオロギ橋はもうすぐそこだと思うんですよ。多分残り 500m もないはずですね。なんかね本当に山奥の秘境感がありますけれども、もうすぐそこにね横に町がありますからね。なんならここで右を振り返ると目の前にはねほらホテルが建っていますよ。鬱蒼とした杉林の中を進んで行きます。お、ちょうどね太陽の光が差し込んでいて、なんとも優雅な川の流れが見えています。きっとね大昔の時代にはねずっとこのままね川沿いに歩いていったことでしょう。現代ではねさすがにちょっと危険ということで迂回するルートが作られています。お、だいぶね登ってきました。そろそろゴールになるのかな多分。そんな気配がね感じられてきます。どうやらこの辺りがゴールになるのかな。一気にねまた現代的な雰囲気になりましたよ。あ、すぐそこにはねお家があって車も見えています。いやすごいですよねこのあっという間にね現代に復活したこの感じ。いや本当になんとも現実離れした渓谷美でした。でここを下っていった先にある橋がどうやら目的地ゴールのコオロギ橋のようです。お、見えてきました。コオロギ橋、コオロギ橋に到着しました。すごい木製のねこれまた趣のある橋です。どうやらねこのコオロギ橋っていうのはこの周辺にねコオロギがたくさんいるから、それでねコオロギ橋と名付けられたそうですよ。なんともね単純なネーミングですよね。ちょうど向こうの方ではねコンコンコンといい小槌の音が聞こえていて絶賛工事中です。コオロギ橋からの眺めはこんな感じです。おー、はい、ということで各線系遊歩道を散歩してきましたけれども、どうでしたでしょうか。途中ねところどころ休憩ポイントとかもありましたし、川床もありましたし、結構ね人里から近いところをねのんびりと散策できるので本当にねすごくおすすめですよ。途中ね車とかでやってきてもパッとね一本橋を渡ったらもう別世界が広がっていますからね。ぜひねお気軽に散策してみてはどうでしょうか。そしてねあっという間に大通りのところに出てきました。すぐそこにはね駐車場もありますので、お車でねお越しの方はここに停めると便利です。そこにね山中温泉マップがありますね。と昨日僕が泊まっていた山中グランドホテルはあの辺、あの辺りがね遊歩道の入り口です。でずっとね川沿いにテクテクテクと、そしてねあの辺にあやとり橋と川床がありまして、で再びテクテクテクと歩いて、まあ、結構ねのんびりと歩いてやってきたんですけれども、それでもね1時間ぐらいでやってくることができたのかな。で現在地はねこの渓谷美のところの端っこのところにやってきました。コオロギ橋のすぐ近くのところです。でここからね少し歩いていった先にね温泉街が広がっているようなので、山中温泉のちょっとねそちらの方に向かいたいと思います。山中温泉街に向かって歩いて行きましょう。そしてね今見てきたあの展望台のところ、すぐ横にはねここに吉野家伊六園ってあるんですよ。これもね確かゆかいリゾートのグループホテルなんですよ。ということでね、もしゆかいリゾートに泊まるんだったらね、この吉野家伊六園かな、ここがねちょうど山中温泉の中心地により近いところなので、ここに泊まるのもねぜひおすすめですよ。帰りもねまたバスに乗って、ゆかいリゾートのバスに乗って加賀温泉駅に向かう予定なんですけれども、あのゆかいリゾートのホテルに宿泊した方はどこのホテルから乗ってもいいということで、帰りはですね今すぐそこの吉野家伊六園、あそこからねバスに乗って JR 加賀温泉駅に戻ろうかと思います。やっぱりこういうことができるのがねゆかいリゾートグループの強みですよね。自分の泊まったホテルだけではなくって、ゆかいリゾートグループだったらね利用することができるみたいですよ。ちょうどね温泉街に近いところに位置しているので、結構ね便利に回っていくことができそうです。ちなみにねこの辺りなんですけれども、南町湯気街道と言われている町通りになっていて、両隣にはね伝統的ななんていうかお土産屋さんとか、あの焼き物屋さんとか、まあ、食べるところとかもありますし、いろいろとねお店が広がっています。こんな感じですね南町湯気街道。ちょっとねこういう脇道のところに進んでいった先になんかお寺のようなものがありましたよ。ここは黒谷山東明寺って書いてありますね。まあ特にねそれほど大きいお寺ではないんですけれども、ひっさりとしたね住宅街の佇む、まあ、そんな感じのね地域の方から親しまれているような、そういうタイプのお寺みたいですね。まあ、特にね中に入れたりはしないんですけれども、この風景はね何とも言えない感じですよ。悪くはないもんですね。ちょうどね目の前にはカフェとかもあるみたいで、なんともね伝統家屋が立ち並んでいるんですけれども、残念ながら今日は定休日みたいです。火曜水曜日が定休日ということで、火曜日お休みのお店が多いのかなこの辺りは。あ、
ここがねやっぱり山中温泉の中心地ですね。ほらほら、いい感じの広場が用意してありました。そしてね、温泉広場の前にはからくり時計も置いてありました。どうやらね、1時間おきにねからくりが動く、そういう仕掛けになっているそうです。そしてね、目の前には銭湯もありました。菊の湯ということでね、これね銭湯になっていますよ。女湯とね男湯が別々の建物に存在しているということで、目の前の建物は女湯、またね男湯はどこか別のところ、あ、多分ね今工事が行われているんですけれども、きっとあれが男湯ですね。あ、男湯と書いてありました。あれがね男湯ですよ。現在ね改築工事か何かが行われているみたいですけれども、営業自体はねされているようです。温泉に入ることもできます。そしてねからくり時計の横には、これは湯飲み所というのがありました。どうやらねこの温泉飲むことができるみたいですよ。ちょっと飲んでみましょうか。きついのかな、結構熱いな、これ熱い熱い、これ火傷するわ、ちょっと厳しいの、ちょっと、とてもね手ですくって飲めるような温度ではなかったので、ちょっと諦めましょう。日本の心に浸かろう、山中温泉。菊の湯の女湯のところ、お隣にはねなんか建物がまたありまして、山中座というねなんかお芝居どころがあるそうなんですよ。平日はね何もやっていないんですけれども、土日祝日にはねなんかお芝居かなんかされているみたいでして、有料ではあるんですけれども、見学することもできるみたいですよ。ちょっとね山中座見てみましょうか。こんな感じ、ほらほら、入館無料でね見学できるみたいですよ。お芝居をやっている時はね残念ながら有料なんですけれども、建物の中の見学だったらね無料で見て回ることができるそうです。あ、中はねこんな感じでお土産屋さんとかもありましたし、山中座の方はここから入っていけるのかな。あ、すごいすごい、ほらこんな感じですよ山中座。あ、すごい、本当にホールのようになっています。今日はね平日ということで何もやっていないんですけれども、土日祝日についてはねなんかここでねいろいろ舞台を鑑賞することができるみたいですよ。チケットもね確か1000円ぐらいだったかな、そんなにね高くないみたいですので、ぜひねあの土日祝日に訪れた方はこの山中座で舞台を見てみてはどうでしょう。さすがにね舞台には上がらないでくださいと書いてるんですけれども、それ以外だったら特に問題ないですよ。現在時刻は12時51分、そろそろねどこかでお昼ご飯でもいただきたいところです。ちなみにねまたここに道が広がっているんですけれども、すぐそこに書いてありますよ、アイスクリーム通りと。ここから400メートル先までねずっとアイスクリームのお店が立ち並んでいるそうです。ちょっとねこれからの時期寒くなってきますけれども、ちょっとねこのアイスクリーム通りどんな感じになっているか見てみましょう。ちょっとね時期が悪いのか結構閑散としていますね。一応アイスクリーム通りというね旗とかも立ってはいるんですけれども、あんまりねアイスクリームやってないですね。一応ねアイスストリートというなんというかね観光ルートにはなっているんですけれども、結構ねひっそりとした感じです。残念ながらねアイス食べれるお店あったのかな、なんか1店舗ぐらいなんかアイスって書いてるところがあったんですけれども、まあ、ちょっと時期が悪いですからね、もう11月ですからね、あんまりアイスという季節でもないので、一応ねここに食堂みたいなのがありましたけれども、ここも定休日ということです。どうやらね山中温泉は火曜日定休のお店が多いみたいですね。でアイスストリートもねここでどうやら終了です。目の前にはねマルエという、まあ、大きなねスーパーがありますので、温泉にね、あの素泊まりで泊まられた方はここでね食料を調達して、で部屋に持って帰って食べるっていう、そういう選択肢もありますよ。目の前にもねまたお菓子屋さんのようなところがあって、なんかニャンニャンソフトっていうのがあったんですよ。でもね残念ながらそこも定休日のようです。やっぱり火曜日定休日が多いですね。今日水曜日でしたね、ずっと僕火曜日火曜日って言ってましたけれども、正しくは水曜日でした。今日は11月の2日水曜日。あそこにもねお店ありましたよ、ご飯どころ魚心ということで、あ、営業してますね、よかった。ここにしましょうか、ご飯どころ魚心、温泉釜飯とかもあるみたいですね。行きましょう行きましょう。お昼は14時までということで、時刻は13時7分。あ、いい時間にやってくることができました。よし、はい、やってきましたということで、メニューはこんな感じ。結構ねいろいろ居酒屋メニュー的なものもありますし、ご飯メニュー、ランチメニューとかもありましたよ。当店名物山中温泉で炊き上げる温泉釜飯ということで、これ今ねこの釜飯のタイの釜飯1000円、これをね頼みましたよ。瓶ビール650円。あそこのところにね本日のおすすめメニューということで、イワシのお刺身を頼みました、700円。はい、やってきました、キリンビールとそれからイワシのお作り。いや美味しそうですよね、イワシのお作り久しぶりに食べましたよ。なかなかねイワシをお作りで食べれるところって少ないですもんね。ということでいただきます。ということでいただきます、乾杯と。
イワシのお刺身をいただきます。お、むちゃくちゃ美味しい。さすがね、イワシってなかなかね、新鮮じゃないと食べれないですもんね、お刺身で。そしてね、釜飯もやってきましたよ、タイの釜飯が。ちょっとね、蓋を開けてみますよ。いきますよ、せーの、パカッと。そしてね、蓋を開けた瞬間、いい香りが漂ってきました。温泉水でね、炊き上げた釜飯ということで楽しみですよね。よし、ちょっと、はい、出来上がりました、タイの釜飯。いや、美味しそう、美味しそう。ということで、いただきます。よし、いただきます。タイのね、上品な香りと、そしてね、山中温泉の香りと一緒に混ざっていて、すごく美味しいですよ、これ。味はもちろんのことね、香りがいいですね、この香りが。はい、今ですね、後ろのお店、魚心というところで食べてきました。いや、美味しかったですね、すごくね、美味しくて。お会計は2350円でした。あと5分したらね、このからくり時計が動くみたいですね。午前7時から午後の10時まで1時間ごとに、なんか思ったよりちょっと地味ですけど。ちなみにね、ここに菊の湯の男湯入り口があるんですけれども、なんかね、温泉卵が食べられるらしいんですよ。温泉卵、あ、ここか、菊の湯卵、ほら、手作り体験をしてみませんかということで、なんかね、温泉卵を作れるみたいなんですよ、ここで。自分でちょっとやってみましょうか。ここで温泉卵を買うことができるみたいなんですよ。3個で270円と5個で450円と。これで、はい、ということで、ほらほら、温泉卵をゲットしてきました。温泉卵じゃないか、普通の卵か、生卵をゲットしてきました。これでね、この中にポチャンってつけたらいいそうですよ。この中に、よいしょっと、なんか卵が、これ多分きっと熱いんでしょうね。こう入れたらいいのかな。手を離します。多分きっと絶対これ触ったら熱いんで、離しますね。せーの、あ、いけたいけた、よかったよかった。これでね、40分から50分ほど待ったらいいということでした。時刻は14時7分。40分ぐらいを目安にしておきましょうか。熱いのかな、ちょっと触ってみましょうか。やけどするかな。あ、熱い熱い。あ、結構熱いですね、これ。茹で時間について40分以上茹でると温泉卵が出来上がります。40分で黄身がとろり、60分で黄身がしっとり、90分でしっかりということで、僕ね、半熟が好きなんで、まあ、40分ぐらいを目安にしておきましょうか。なんかこの近くにね、芭蕉の館っていうところがあるみたいですね。やっぱり水曜日は良くないみたいですね、山中温泉愛嬌が。残念ながらね、水曜日は休館日ということなんですけれども、入館料は大人1人300円、9時から17時まで空いているということで。そしてね、再びアイスストリートにやってきました。ここね、なんかお米屋さんなんですけれども、お米屋さん、ここね、アイス食べれるみたいですよ。250円で食べれるみたいですね。普通のね、お米屋さんなんですけども、ちょっと行ってみますか。あ、アイスって食べれますか。はい、できますよ。あ、じゃあお願いします。アイスゲットしてきました。普通にね、ほら、お米屋さんで買ってきました。まさかね、お米屋さんでアイスが売っているとは。いただきます。うん、あ、美味しい。結構濃厚ですね、これ。ちゃんとね、アイスストリートの名に恥じないお店があってよかった。そうこうしていたらね、現在時刻は2時40分。そろそろね、温泉卵が出来上がる時間帯となってきました。ちょうどね、目の前のところにファミリーマートがありますので、あそこでね、缶ビールでも買って、温泉卵をね、おつまみに、ちょっと温泉広場 のベンチのところ、あそこでね、いただいていきましょうか。はい、戻ってきました。時刻は2時46分ということで、お、いい感じね、僕の卵が茹でられていますよ。引っ掛けるやつをゲットしてきました。これね、すくったらいいですよ。これですくったら。でね、これですくったらいいみたいです。直接お湯に触ったらむっちゃ熱いですからね、これ。お、なんか金魚すくいみたいな、そんな感じですよ、これ。よいしょ。お、できたできた、僕の卵。で、この引っ掛ける道具とカゴを返したらいいのかな。卵はね、この袋の中に入れて、で、お塩と、それからね、卵カッターも借りてきました。卵カッター、いや、おばちゃんが優しい。ここで食べていきましょう、ここで。はい、ということで、温泉卵をゲットしてきました。ほらほら、こんな感じ。あ、むっちゃいい感じに太陽が輝いています。この卵ちゃんとスプーンもね、なんと優しい3本もついていましたよ。スプーン3本と、それからね、お手拭きの紙と。どうなんでしょう、これ殻ごとやったらいいのかな。殻ごとこうやってやって、あ、殻ごとは無理か。殻ごとはどうやっても入らなさそうですね。殻を割る機械っていうわけではないのかな。使い方を聞いてくれればよかった。あ、なんか当然知ってるでしょみたいな感じで、入って渡されたんで、使い方さっぱりわからなかったんですけども、ちょっと適当にこの辺でコンコンコンとして、
これからはここに入れていったらいいのかな。お、あ、いい感じに茹で上がっているぞ。結構ね、半熟状態ですね。半熟状態、スプーンで作って食べないと。ということでね、さっきコンビニで買ってきたこのね、キリン一番搾り取り立てホップ2022年収穫版ということで、ということで山中温泉のゆで卵に乾杯と。はあ、むちゃむちゃ美味しい。美味しいけれども、ちょうどね、目の前になんかおじさんが座っていて、むちゃむちゃ僕のことを見ている。でね、お塩ももらってきたんですよ。お塩もおばちゃんがね、このティッシュに包んでくれました。ということでね、いただきます。山中温泉で作った温泉卵。うん、あ、すごい、卵の味がね、温泉の香りがします。結構やっぱり温泉の香りするんですね、これ。うん、あ、むっちゃ美味しいですよ、これ。すごいトロトロ。僕ね、半熟卵が好きなんですよ。ちょうどいい温泉卵状態ですね、本当にこれ。うん、あ、大正解。うん、でビールをクイッといただくと、もう最高ですよ。はあ、時刻は15時ちょうどとなりました。山中節のね、からくり時計の音楽の音を聞きながら、山中温泉で茹でたゆで卵、温泉卵を食べると、これこそね、まさに山中温泉をただいま満喫中です。いや、最高のタイミングですね、本当にこれ。はい、ということで美味しい温泉卵も食べましたし、現在時刻は15時15分となりました。そしてね、そろそろ京都に帰る時間が近づいてきました。この後ね、15時30分発のゆかりリゾート伊六園発のバスに乗って JR 加賀温泉駅に戻ります。到着しました、ゆかりリゾート吉野家伊六園。あっという間ですね。温泉街のところから5分もかからなかったですね。ちょうどバスがやってきました。これに乗っていきましょう。はい、ということでちょうどバスがやってきました。他にね、誰もお客さんは乗っていません。これでね、楽々 JR 加賀温泉駅まで帰ります。普通にね、この山中温泉なんですけれども、路線バスも運行はされてはいるんですけれども、まあ、それほどね、本数も多くはないと思いますし、バス料金もね、バカにはならないですからね。往復こうやって無料でね、駅からの送迎もしてくれて、なかなか便利ですよ、ゆかりリゾート。はい、ということで JR 加賀温泉駅に戻ってきました。現在時刻は15時55分。この後ですね、16時24分発の特急サンダーバード34号、それに乗って京都に帰ります。どうやらね、列車なんですけども、ただいま JR 北陸本線列車トラブルの影響で遅れているようですね。ちなみにね、先ほど列車の遅れは40分と表示されていたんですけれども、45分と発車が伸びています。そしてね、ついに遅れが45分から50分へとさらに増大していきました。どうやらね、線路支障の原因は置き石らしいですね。置き石。ついに遅れは50分から55分へと伸びました。15時45分発特急サンダーバード32号、16時15分現在、今もなお金沢駅を出発していないということでした。そしてついに遅れは60分表示となされています。どうやらね、金沢方面については間もなく運転が再開されるようです。大阪方面についてはまだ運転再開のめどが立っていません。そしてついに遅れは70分の大台へ突入。現在時�刻は16時37分。先ほどね、僕が乗る予定の一本前の特急サンダーバード32号が、先ほど始発の金沢駅を出発したということでした。この JR 加賀温泉駅に1時間以上足止めを食らってしまいましたね。すっかりと太陽は沈んでしまいました。間もなく夕闇の世界へと変わっていきます。いや、最後の最後でね、なかなか大変な目に遭いましたけれども、なんだかんだ言ってね、加賀温泉の旅楽しかったです。あとはね、のんびりと指定席に座って京都まで帰りましょう。はい、19時20分、無事に京都に帰ってきました。はい、ということで今回は石川県加賀温泉郷山中温泉に行ってきましたけれども、どうでしたでしょうか。この動画を見て山中温泉に行ってみたいと思われた方は、ぜひチャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。トラステアでした。またね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。